こんにちは、カンナです。ペーパーマリオ折紙キング緑の紙テープを目指してやっていきたいと思います。前回の続きからやっておりますので、思いっきり体力が減っております。ケヤキノコとかもあるからね。あれ、音があるな。これキノコ無駄遣いなんではないだろう。まあ体力マックスなんでいいでしょう。クッパが敵なのか、それともクッパは囚われているだけなのか。あれ、もうじゃん。マリオさん、ありました、緑のテープ。クッパいるじゃん。我が輩もいるぞって言ってる。やったー、ようやくたどり着きました。これが最後の紙テープですわ。我が輩もいるじゃん。あ、でもここまっすぐ行ったらなんかありそうだから、うん、危ない。うわー、やっぱしやっぱすごいジャンプだな。ハサミか。最後はチョキチョキマニオハサミ。最後のラスボスなのかな。ラスボスじゃなさそうな気がするけど、よくかわしたね。まあこんなにあっさり終わっちゃったらお互いつまんないよね。じゃあちょっとだけ遊ぶか。あんまり好きではない性格のようです。すー、危ない。あれ、あ、マリオ、ここどこ。お腹すいた。うるさいな。狭いよ。見えない。まさかこれってペラペラの人たちをそのハサミで。そうだよって言われてるじゃん。ひどくない、鬼、悪魔、ハサミ。ははー、僕の作ったおもちゃで遊んでみない。あんまり好きじゃないかもしれない。それじゃ楽しんでね。どういうこと。助かった。あ、助かるんだ。いった、食べた。痛い、ダメだ。あ、ダメだ。ちょっと待って、距離感がもうわからないよ。ハリボテはこの黄色いのはね、なんか動きがわかる。ここで待ってれば。あ、ダメだ、下手くそ。よし、マリオくん、私です。カメックですよ。だよね、わかってた。こいつは私を貼り付けることで私の魔力を利用しているのです。マリコに気をつけて。こいつは超強力な魔法を打とうとしていますよ。この攻撃を止めるには私をここから剥がして魔力を断つしかありません。痛いよ。魔力を断つしか。ヒッペガス引っ張る。今です、こっち引っ張る。
とどめを刺してしまうのです。ダメ。あんなすぐ壊れるおもちゃじゃダメか。じゃあ僕と遊ぼう。さあボス戦だ。許さないぞ。ハサミって何が弱点なんだろう。よく切れそうだね。あーだけどすぐに切り刻んじゃったら面白くないしな。よしハンデをあげるね。ほらカバーをつけたよ。これで安心だ。よかったね。でも気をつけて。このカバーを壊しちゃったらとてつもない苦しみが待ってるよ。全然わからない。全然もう全然。ヒント、カバーは壊さない方がいい気がしません？なるほどね。カバーは壊さないんだ。ってことは一回攻略取ってオンにして、オンにして、ちょっとじゃあ攻撃してみますか。これで、あ、違う、宝箱も取んなきゃな。そしたらオンにして宝箱で多分魔法陣を出してってことだと思う。え、攻略も取ろう。これでどうだ。カバー壊すが危険。 OK。 開けて。あ、違うんだ。ハサミ、あ、いいんじゃない、上の方がいいんだから。でもこれハンマーだと、そう、そういうことだ。ザ・マリオの伝説のブーツかな。ここは行きましょう。突撃、何それ。ガー、痛い。15か。あ、逆さまになったということは今度はハンマーで攻撃だね。こっちこっち、2回攻撃を取って、これでハンマー攻撃が2回できるよ。どうでしょう。カバーを壊さないように攻撃を叩き込む。ブーツじゃダメなんだね。ハンマーだ。で、ハンマー。さあ行きましょう。ナナ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 ン。そしてナナナナナナン。どうだ。え、だだだだ、でっでー。結構やるもんだね。楽しくなってきたな。ウケウケして思わず体が弾んじゃうよ。どういうこと。弾まないでほしい、弾まないでほしい。こうなったらカバーを壊すとかじゃないから、
魔法陣で飛びましょう、これ。え、はずになってわかんないから魔法陣でなんとかできないかなーなんて。アクション神の手、魔法陣発動、抑え込むみたいな。やべえな。やばいかもしれない、これは。ああ、パワー壊しちゃったね。気をつけてって言ったのに。よっぽど自信があるのかな。そんじゃ、難易度ベリーハードで苦しんでもらおうかな。だよな、ごめん。そういうことだよね。あ、そういうことだ。もう君終わりなんだから、こんなものいらないよな。マジかよ。やばー、どうしよう。これ詰みなんじゃない。詰みの気がする。ほい、ガードが効かない。エージジャンプしてかわせ。ええね、ええね。え、また今確認しちゃった。さ、戻して、こっちだね。A でかわす。ガードなんてするだけ無駄だよ。バイバーイ。かわした、かわした。何それ、ジャンプでかわすとか、マジ。ま、これやばい。失敗したら終わりじゃん。よしよしよし、分かった。これは手だな。手を使うんだ。ということはまずオンにする。そして手を使ってフィニッシュじゃないかな。横で大丈夫かな。一回やってみようか。ジャンプかわして、うん、そして神の手。なんでこっち向くの。痛い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 。ダメだよね。そっか、ダメだ。やばい、危ない。どういうことだ。パンチするしかないの。パンチするしかないのか、これは。そしたらパンチするしかないと出た。これパネルはオンにしておくが、ここでおう、よし、ここでハンマー、伝説のハンマー行くぞ。切られたら終わりってヤバすぎる。エクセレント、よし。はっはっ、これヤバい、危ない、危なすぎる、危なすぎるよ。そんなに切る、そんなに切ることある。やばい、危ない。これはいいんです、ここで。で、ここで、あ、違う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 、焦んな焦んな。ここ、ここで、こう、これで、OK。攻略ももう同じことしか教えてくれないな。さあ、これもハンマーでいきましょう。キラキラハンマー使い切りたい。いくぞ。
印をつなげろ、多分そういうことだと思うんだけどな。いやーしっかり決まれてる。いやだー、まずこれをここにして、これはもう適当にプラスして、これでいこう。もう本当にちょっとずつちょっとずつ削って敷くしかない。伝説のハンマーいくぞ。エクセレント、よし36でかい。あよし、まあ、こんなこともあろうと、こんなこともあろうとワンナップを持ってきておりますので、切りすぎじゃない、切りすぎじゃない。こうしてこうして、もうぼかすしかないね。こうしてさあ、ちょっとずついくしかない。やばい、もうミスは許されない、ミスが許されない。切りすぎ、やばいやばい、なんかすげえ難易度ハードバージョンなんだけど、どうですか。よし、よし、よしよし、伝説のハンマー頼んだぞ。余裕見て見せてお金とか取っちゃうかな。よし、これでラストだ。伝説のハンマー頼んだぞ。最後、エクセレント、よし、遊び半分でマリオさんとやり合うなんて甘く見ないでほしいですわ。あれ、そう、近づいちゃダメ。ボトルも取った、ありがとう。わーい、マリオくんやりましたな。私も元に戻れましたぞ。マリオ、僕も戻ったぞ。お前もなかなかやるな。マリオさん、あとはあの緑テープですわ。最後の紙テープを最後のボカンでやっちゃいましょう。クッパはいいのかい、助けなくて。そっか、クッパを助けるためにもやらなきゃいけないのか。さあ、行きます、叩きます、ドン、そしてドン、最後のドン。やったー、あ、最後の緑テープが破壊され、ピーチ城が
姿を現しました。イエーイ、緑テープクリア。そして紙っぺらもマックさん。仕事があるだろう。我が輩もオリーにこんな姿にされた借りを返さんとな。お父さんをこんな四角にしたやつ僕も許さないぞ。僕だって切られて汚れてシャーになっておまけに真っ白にされたし、このままペラペラを舐められたままにはできませんな。クッパ軍団の恐ろしさ目に物見せてくれましょうぞ。ありがとうございます。皆さんが一緒なら私やれるかも。止めますわ。私兄上を止めますわよ。止めまくりですわ。あ、それでリーチ城へはどうやって行くんでしたっけ。ああ、それなら我が輩がピーチ城に行くためのいい方法を教えてやろう。だから我が輩をここから下ろせ。そうだな。はい、ただいま。こっち、よいしょよいしょよいしょ。嘘だろ。引っ張る引っ張る。痛い痛い痛い。大丈夫。よしよし、上出来だ。さすがライバル。それでクッパさん、火山の上にあるピーチ城までどうやったら行けますの。クッパ様、もしやそうだ、こんな時のために我が城にはとっておきの手があるのだ。マリオ、折り紙娘、そのとっておきを使わせてやる。一階の倉庫に来い。これやべえな。これやべえな。はい、ということで今回はボスハサミをクリアしたところで終了です。また次回、最後、オリーを止めるための最後の最後の冒険が始まります。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。カンナでした。じゃあの、バイバイ。